一宮市広報、アイラブ一宮、司会は私、福井理香です。どうぞよろしくお願いします。さて、一宮市の友好都市といえば、イタリアのトレビゾ市ですよね。これまでも紹介してきましたが、今回はイタリアの野菜を切り口にして、トレビゾ市に親しんでもらおうと思います。それでは、アイラブ一宮、スタートです。今回は国際交流協会の安藤さんにお越しいただきました。安藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はイタリア野菜に着目するということですが、トレビゾ市とどのように関係してくるのか気になりますね。はい、でもその前に福井さん、はい、トレビゾ市がどんな町か覚えていらっしゃいますか？覚えてるっちゃ覚えてますけど。トレビゾ市はイタリア北部水の都ベネチアの約30キロ北にある人口およそ8万人の都市です。古代ローマ時代にできた町で、16世紀頃に作られた壁と運河に囲まれた歴史を感じさせる町です。今回はイタリア野菜ということですが、ちょっと意外というか、トレビゾ市とイタリア野菜どうつながってくるんですか？実はタルディーボという野菜がトレビゾ市の特産品なんです。野菜？タルティー、タルト？タルディーボ。タルディーボ。タルディーボ。タルディーボですか。どんな野菜なんですか？はい、トレビゾ市の冬の特産野菜で、すべてのイタリア野菜の最高峰と言われています。花に例えられるほど色も形も美しいんです。気になりますね。この話の流れからいくと、ここに試食が。試食はないですけれども、今日は、はい、申し訳ありません。ただ、はい、先日試食を含めたイタリア野菜を軸にしたイベントを開催いたしました。あらららら、段取り通りですいません。実はそのイベントに斉藤さんが取材に行ってきてくれたみたいなので、ご覧いただきましょう。はいはい、斉藤です。今日はなんとこちらでイタリア野菜に関するイベントが開かれているそうです。どんなイベントなんでしょうか？早速行ってきます。国際交流協会の長岡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞きたいことがたくさんあるんですけども、はい、まず今日はどんなイベントが行われているんですか？そうですね、一宮の友好都市であるイタリアのトレビゾ市に特産の野菜でですね、タルディーボーという野菜がありますので、そのタルディーボーをはじめとするイタリアの野菜をですね、いろいろ紹介することによって、一宮の皆さんにですね、イタリアを身近に感じていただきたいと思っています。具体的にはどんなことをしているんでしょうか？はい、千葉県の南房総市からですね、イタリア野菜を専門に作っている農家さんをお呼びしまして、その方が作っているイタリア野菜をいろいろ紹介していただいております。トレビゾ市特産の野菜タルディーボを切り口に、イタリア野菜に親しんでもらおうというこのイベント。イベントにはたくさんの応募の中から、幸運にも抽選で当たった70人もの市民の方々が参加しました。はじめにトレビゾ市について説明が行われた後、イタリア野菜についての講座が開かれました。講師を務めたのは、千葉県南房総市でイタリア野菜などの生産農家を営む田倉武さんです。田倉さんによると、最近はイタリア野菜が流行っているとのことで、需要も増えているそうです。そうですね、イタリア野菜の魅力は一番は美しいということですね。見た目が華やかで、色とりどりの野菜が多いので、食卓がすごく華やかになります。味に個性があるので、食べても楽しめる野菜ですね。はい、講座ではイタリア野菜の産地や生産方法をはじめ、野菜ごとに味わいや調理方法などが紹介されました。応募多数となったこのイベント、人気の秘密がこちら。
イタリア野菜を使ったランチの試食会が行われました。ランチとして出されたのはこちらの3品。イタリア野菜が上品なフレンチへと、なんとも美味しそうな変身を遂げました。それでは早速私もいただいてみたいと思います。色とりどりで綺麗ですね。やっぱりオードブルが一番野菜の味を感じることができるんじゃないでしょうか。うん、シャキシャキしてて美味しいです。あ、でもやっぱりちょっと後から苦味がきますね。メインいただきます。加熱しても野菜の綺麗な色が出てますね。うん、美味しい。やっぱり野菜の味がしっかりしてるので、お肉に全然負けてなくていいアクセントになってますね。お食事中すいません、はい、ちょっとお話伺っていいですか。日頃は日本人って割とね、薄味のものが好むんですが、まあ、これもありかなという感じでね、お話を聞いたから余計食べてみようっていう、美味しいねっていう感じになってきました。はい、なんだろうと思いながらも、なんか甘みがあったりとか、まあ、ちょっと苦かったりするのもあるんですけど、なんかソースにすごい合ってて、めちゃくちゃ美味しいです。トレビーゾ市と友好都市関係にあるのは知ってましたか？申し込んだ日に初めて知りました。あ、そうなんですね、はい。少し身近に感じました。そうですね、行ってみたいなと思いました。こういったイベントを通して今後どのようなことを期待していますか？そうですね、イタリア野菜の栽培をですね、一宮で流行らせて、で一宮市民の皆さんにですね、それを通じてイタリアを身近に感じていただきたいなと思っています。日頃食べているものを通していろんな人に知っていただきたいですね。そうですね、はい。はあ、いいな斉藤ちゃん、私もロケ行きたかった。食べたかったです。あ、すいません、ついつい心の声が出てしまいました。それにしても大盛況でしたね。そうなんです。定員70人に対して実はその3倍以上の人が応募していただいたんです。3倍、それはすごいですね。参加した皆さん、トレビーゾ市を身近に感じることができたんじゃないでしょうかね。そうですね、福井さん、はい、実はこの次の日もイタリア野菜を使ったイベントを行ったんですよ。どんなイベントなんですか？はい、イタリア野菜を使った家庭料理の料理教室です。料理指導をしたのはイタリア・ミラノ生まれで現在一宮市在住のアレサンドロさんです。この日はラディッキを使ったリゾット、ミネストローネ、人参ケーキを作りました。お味はいかがでしたか？はい、味はさっぱりしていましたが、野菜本来の甘みも出ていてとっても美味しかったですよ。参加者の皆さんの反応はどうでした？はい、じゃあ参加者の方からいただいたアンケートを紹介したいと思います。はい、いいですね、お願いします。はい、では60代自営業の方のご意見です。はい、野菜の向こうのイタリア文化を知ることが大事だということが国際交流の重要なポイントと同じだと思うというご意見をいただきました。本当に野菜を通してイタリアのことが分かったということなんでしょうかね。はい、そしてもう一枚私の方から紹介します。40代主婦の方です。一宮とトレビーゾ市との関係について知らなかったので勉強になった。イタリア野菜は知らないものばかりで興味深かったといただきました。イタリア野菜を通してトレビーゾ市にさらに興味を持ったという方が多くいらっしゃったみたいですね。はい、このトレビーゾに関する取り組みというのはこれまでもいろいろと紹介をしてきましたが、今回またさらに素敵なイベントでしたね。これからもイタリアをはじめ外国の文化をどんどん紹介していくことで一宮市の国際化をもっと進めていきたいと思います。一宮市の国際化楽しみですね。はい、安藤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今回のアイラブ一宮いかがでしたか？食を通してイタリアに親しむ面白い取り組みでしたよね。次はどんな国際交流が行われるのか楽しみです。それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。